はい、こんにちは。またオラホさんの秘密基地をやっていこうと思います。なんか広告剥がされなくなってきたんで、東京マルイの URGI です。オラホさんカスタムどうでしょう。ということで、この銃に関してカスタム内容と遊び方撃たない遊び方みたいな、この前動画出したのマグチェンジはちょっとここだと位置が高いんでできないんですけど、何からやっていこうかな。とりあえず装備品からマグプルのストックとマグプルのグリップ、これ実物で、イオテックの558と G44 だか42だか忘れたけどの黒、まあこれつけなくてもいいんですよね、別にあんまよく見えないし、っていうかホロサイトだけの方がかっこいいような気もしないでもないんだけど、このタンカラーのはね、ちょっと色合いが結構気に入ったんですよね、ツートンになってて。でアマゾンでもう一個買おうかなと思ったんですけど、もう販売を終了しちゃってたんで、アリエクスプレスで一か八かで頼みました。これアマゾンで4,000〜5,000しないぐらいだったな。で今回アリで頼んだのが3,800円、まあ、どんなのが来るか分かんないですけどね。あとはライトはこれ安い時に買った3,000円ぐらいのシュアファイヤーもどき、スイッチどれだっけな、スイッチはこれになってます、こういう感じ でこれでつけっぱなし、これはレイルにつけられるタイプですね。あとはこれもね、これ何つんでしたっけ、名前忘れちゃったんだけど、レーザーユニット、これね今電池切れちゃってるんですけど、全部機能するんですよね、レーザーもライトも。色があんまよろしくなかったんですけど、全部機能するんで、おすごっみたいな。でこれをつける関係でフロントサイトが邪魔なんで、フロントサイトはね逆さまにつけてあります。あれこれどうやって前後逆につけてあります。まあ、またなんかここが出てて逆にいいかなみたいなアイアンサイトも使える仕様。こっちはどうやってんだっけ、こんな感じか。これ立てればアイアンサイトも使えると。あとはフラッシュハイダーがスチール製のに変えてます。サプレッサーとセットのやつ。なんか純正の方がいい音するような気もしないでもないけど、キーン。ちょっと音が変わりますね。あとはなんだっけな。みたいな。このボタンが変わってんだよな。あ、違うとこしてた。まあこんな感じ。マガジンつけると一気に重くなる。どうでしょう。なかなかですよね。これにグレネードランチャー、203のグレネードランチャーつけてもなかなかかっこよかったんで、またそのうち気が向いたら付け替えようかな。あと M901 だっけのグリップライトで、ちなみにね、このレーザーユニットのスイッチはこっち側につけてますね。まあ、ここでこう押せるような、親指で押せるような、これ割り当てできるんで、ライトにしたり、レーザー押してる間だけレーザー出したりとか、いろいろできるみたいですね。いくらだったっけな、これ。これも安かったんだよな。5,000〜6,000忘れちゃった。5,000〜6,000だったと思います。あとは、このグリップは
偽物、アマゾンで980円とかのやつ、マグプルのパクリじゃねえ、レプリカ。これ短く切っちゃいたいんだよな。いいよね。あと何やろうかな。なかなかいい音するんですよ、これが。これは本当買ってよかったな。ちょっと空打ちしてみましょうか。さっきちょっとガス入れたと思うんだよな。反動もまあ CO2 みたいな結構あるんですよ。よくこれ作ったよ。でも昔ウエスタンのも持ってるんですけど、ウエスタンの音ではシャープさが違う。ねえ、あと上下分解、上下分解やってみましょうか。ちょっとホロサイト邪魔な、邪魔ではないんだけど上下分解この前俺早技でを組むのをやったんですけど、それを説明します。テイクダウン、カメラの、まあ、このピンを抜いてフロントも抜いちゃうと。あれ、硬い、ちょっとね硬いんで、フロントは軽く油さしたり軽く面取りしてやっこくしました。あれ、あ、鳥がコッキングされてると抜けにくいですね。で、この通りで、ピンも抜け止めが多少あるんで、こっちに残ったままで、こっちはボルトが抜けると。これね、なんだっけな、コッキングし、なんかやっちゃうとこれビヨーンって出ちゃってえらいことになるんですよね、この中で。あ、ボルトを刺さないでこう組んじゃったりするとビヨーンって出ちゃってもうえらいことになるんですよその時はね、こうこっちから長い棒を入れて、このリコイルスプリングを押し下げて、説明書に書いてありましたね。で、これの組み方、組み方なんですけど、ちょっとコツがあるんですよね。この前側からこう入れんじゃないですか。あ、前側から入れんじゃないや。ここの、これが出っ張ってんすよね、ちょっと本物と違って。これが引っかかるんで、こっちを先に、こう、こういう感じで入れる感じ。ちょっと待ってください。この、ピストンの出っ張りがあるんで、こっちを先に押し込んでこう入れる感じで、前もパカッと合わせると。で、こうギュッと握って、まあこっちからでもいいや、ギュッと握ってパンパンとやる感じですね。今パンパンって入んなかったね。これがね、ちゃんと後ろまでギュッといってないとピン穴があってないんで、もう一回やりますね。これを押し下げて、一旦前後パコッと入るじゃないですか。したらこっちを押さえておいて、これを前にギュッと合わせる。合わせたらここでもういいけど押さえて、はいってこれちゃんと合ってないと痛いんですよ。おかしいな。あ、今サングラスしてっから余計見えないんだよな。あ、そうだ、ここの隙間見えねえ、ここが隙間空いちゃってるとダメなんで、この隙間がピュッと入るように、あれ、キュッとなった状態でやると、この通りすぐできると。ちゃんと説明できてねえじゃねえかよもう一回やりますね。グダグダな感じになってるし、俺もちょっと一回やっただけなんでね、すいません、言い訳ですけど、サングラスしててちょっと見えにくいっていうのもあって、汗っかきなんで、もうメガネ曇ってきてます。これをこう入れて、この入れた時にね、
こう、なんだろうな、隙間が開かないように入れる。ここに今隙間あったじゃないですか。ここにから隙間開かないように入れて、入って、おかしいな。あ、隙間開いてる。隙間開いちゃってるとピンが入んないんで。ん？カメラを撮りながらやってるからちょっとやりにくいな。見えねえし。ああ。ん？おっか。うん。なんか、ぐだぐだな感じになっちゃったんですけど。こんな感じですよ。たまちゃんが足元に来てる。たまちゃん、ちょっと暑いから中に入れました。うん。ということで。ぶっちゃけ、あんまつけるとかっこ悪いんで、これとかはいらないと思います。で、ライトも本当はもっとちっちゃいやつの方がさ、いいんですけど、まあ、また気が向いたらカスタムしていこうと思います。ということで、以上。